はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、前回の続きからやっていきたいと思います。ではこの研究所の扉ですね、まあご都合主義で開いたので進んでいきたいと思います。こちらからは通れないようだ。ここの扉は、このマップが多いな。お、敵が新しくなってる。一発で倒せるかどうか。全然倒せた。余裕ですね。ここも同じかな。そうすると宝箱が一応ある。ギガライフキットか。まあ買えるしな。パペディアドーパントっていうみたいですね。あ、でもそろそろ目的地に近づいてきたかな。ピコンピコン光ってるところに。あー、ここっぽいな。ここか、研究室というのは。ベベベ、チャップ研究員か。ベー、ふん、クライシス、お前たちの企みを見過ごすわけにはいかない。ベベハープ、ベベ、かわいそうなチャップ。タロウ、デスクのコンソールを。わかった、これか、クライシスの企み暴いてやるぞ。電磁波剣、ふん、うわ、チャップ、ここは放棄する、下がれ。ボスガン、ボスガンは研究装置やモニター、操作盤などを次々と破壊していった。証拠隠滅ですね。研究データのバックアップは取ってあるのだ。計画は間もなく完遂する。計画？計画とは何だ。答える必要があるのかな。ヒーローども、貴様らを倒さぬ限り私に生きる道はない。ここで決着をつけようぞ。望むところだ、ボスガン。言っておくが、悪に生きる道などないぞ。ボスガンと決着か。ツインドライブ、フルサイコフレーム、これ。うん、早い。弱点らしきものは今のところはないか。スタンはならないかな、やっぱり。ヒールレインどうしよう、打っとくか。うわ、こっちがスタンしちゃったよ。スタンを回復させたいけどどうする。行って行って行って、ウルトラマンに任せるか。万能ライフキーと、おっと、プレッシャーも受けた。結構状態異常を仕掛けてくるな。万能ライフキットで、ヒール2。弱い、普通の攻撃は弱い。間違えた。こいつはアストラ。ビーストを一回撃つか。おー、やばいやばいやばい。死ぬ。ここで一回ヒーローラッシュを使いましょう。ライザーソード、ユニコーンコンボ、
シャイニングエメリウム、こいつは回復。5000、6500、4900、うわスタンした。でもあとちょっとだな、攻撃をしていこう。ウルトラマンも攻撃していきましょう。じゃあ回復しよう。うおー、いってーやられた。うん、倒した。クアンタは死んでるけど、ボスガン退場だ。そんなバカな、私は負けん、貴様らには負けんぞー。なー、やった。おい、まだコンソールが一部生きているぞ。何か情報が引き出せるかもしれん。本当か？今調べる。太郎はデータベースの中からクライシス帝国が管理する力のリストを発見した。そこにはウルトラベルの名前があり、最奥の宝物庫に保管されていることも判明した。やはりウルトラベルを持っていたか。宝物庫の場所は最も奥だが、行くしかないだろう。そうだな、ビートスターの霧を晴らすためにも必要だ。行こう。うん、死んでるけどね。とりあえず大復活キットで復活させて、このままいけるか。そうすると奥って出ていくの？あ、こっちか。そのまま突き進んでいきましょう。ライアートパンと、レベルが上がってくれれば SP は回復しますからね。ここの扉はまあ一応こんなもんか。あれ、こっちも扉がある。これよりミッションを開始する。うまい具合にレベルが上がってくれればいいんですけど、なんか変な動き方をしてしまった。3体出てくれば経験値1000もらえますかね。これは分かれ道になってるか。意味なかったな。そうなるとこっちですね、道は。俺のビッグバンはもう止められないぜ。ファーストアタック取ってもあんまり意味ないような気がする。結局すぐ殺せるし。あ、アイテムがいらない。この普通に落としてくるアイテムいらないっすね。素材、あ、間違えた。捨てるアイテム整理、一括で捨てらんないのかな。いや、もうこれで。お、なんか始まった。ここなんだ。ゴーン。この音はジェット、いやロケットブースターだ。近いぞ、行ってみよう。お、勝手に行ってる。ここか？ずいぶん広いな。誰かいるぞ。お前は？ジャーク将軍だ。要はクライシス帝国最高司令官のジャーク将軍だ。お前がジャーク将軍か。ここはクライシス要塞の発着所だ。しかし一歩遅かったようだ。たった今クライシス要塞は飛び立ったぞ。貴
貴様らの拠点を潰すためにな。何？ではなんでお前はここにいる？クライシス要塞は異世界の技術を取り入れたことで改造強化され遠隔操作も可能となったのだ。クライシス要塞による拠点への直接攻撃、計画とはそのことだったのか？その通りだ。さて、拠点を潰し貴様らだけ生かしておくのも気の毒だ。この場で亡き者にしてやろう。マジか、戦闘か。シャーク将軍、何か聞く。炎、ちょっと早い早い、聞いてー。あ、スタンした、やったこのままスタンさせていきましょう。おお、いいねー。おお、スタンが解けた、スタンしろたまたまだったかでもだいぶ押したな、このスタンで。450、そうするとヒールレインで回復できるかな。ユニコーンの HP がなくなるな。これ押し切れんな、このパワーだったら。ウルトラマンがあれだけど、回復役に回ってもらおう。メガライフキットでいいや。あー、これしか使えない。くらえ、これでライザーソード OK。 弱かったなー、ジャーク将軍おー、チップもゲットしたし。だがクライシス要塞は止められん。あと少しで貴様らの拠点は消滅するのだ。はははー、あっけない。なんだと？ピーピー、拠点からだ。緊急事態だ。何かが急速に接近しつつある。なんだって？光、それはクライシス要塞だ。拠点に攻撃をかけるらしい。キューブ側でコントロールしているはずなので、我々が何とか阻止できないかやってみよう。わかった、こちらも攻撃に備えておくか。もうあまり時間はなさそうだ、急いでくれ。よし、どこかにクライシス要塞をコントロールしている場所があるはずだ。とにかくまずはこの付近を探索してみよう。うん、時間がないのに大丈夫か。おお、なんかジャークミドラ。ジャークよ、余はソチに最後の力を授けよう。ソチは最強怪人ジャークミドラとしてヒーローどもを打ち倒すのだ。はっ、うん、マジかジャーク将軍復活。発着場を出たヒーローたちは探索を再開したえ、普通に進むだけでいいの？これ帰れる、ちなみに拠点帰りたいおー、帰れますね。ノーベルガンダム、レーダーを確認してくれ。クライシス要塞の動きはどうだ？クライシス要塞、やだ、速度上がってる。光、拠点の防衛システムはどうだ？どうもこうもあるか、ハザードのせいでまともに動かない。使える装備を総動員するしか。カフル、アイフィールドバリアは？私にそんな装備ないわよ。ビームシールドならエクソダスの残骸にあったわ。何でもいい、使えるものを使うぞ。他には何かないのか？あとはメテオールがいくつか生きているが、任せとけ、命に変えても防いでみせる。お前たちも早くキューブへ戻ってクライシス要塞の遠隔コントロールシステムを探すんだ。了解。なんかそこそこ時間ありそうじゃんチップ報告しましょう。特に何にもない、うん、ちょっとアイテム買おうと。アイテム買おうっていうかアイテム預けようと結構悠長だな。じゃあさっきのところに向かうのにハイパージャマーをじゃなくてアクティブクロークを使いますか。
200歩でいけるかな。200歩じゃいけなそうな気がする。全然足んないや。まあいいや、とりあえず使いましょう。ではゴー。はい、さっきのところまで来ました。200歩足りましたね。全然足りたや。多分ちょうど200歩くらいかな。まだノーエンカウントが続いてるんで。ピーピー、光からだ。クライシス要塞が速度を増している。そっちの状況はどうだ。すまん、まだだ。急いでくれ。了解了解、急いではいるよ。あ、エンカウントがありになった。ここか。この部屋はクライシス要塞のコントロールルームでは。ピーピー、状況はどうだ。光がたった今それらしい場所に着いた。まあ、それらしい場所で確実にそうとは言えないけどね。モニターにクライシス要塞の情報が表示されている。軌道変更はどれだ。ぐ、誰だ。うわ、太郎、どうした、大丈夫か。うはは、やはりここだったか、ヒーローども。ジャーク将軍、生きていたのか。なんてしぶといやつだ。俺の名はジャック・ミドラ。皇帝陛下から授かった力で俺は最強怪人として蘇ったんだ。これ以上好きにはさせん。ここで貴様たちを粉々にしてくれる。ジャック・ミドラ。ただこっちも今は最高状態だ。スタンになんねえかな。相変わらずスタンダードに。500、間違えた。おお、やっぱ2回やられるときついな。まあスタンにはならないか。いていていて、ここからはアストラ。なんだ今、なんか使ったぞ。なんだ読めなかった。なんかエネルギーが無効になるみたいな、そんなような表記だった気がするんだけど、勘違いかな。よし、命中率下げた。ああ、全然違った。これでいこう。ハイパーバズーカはやっぱいいですね。使えるときは使える。よしよしよし。さすがだ。なんかチャージしたって書いてあったか。まあマグナムに戻すか。で、こいつは一応スタン効果を狙っておきましょう。一回スタンになればでかいですからね。ああ、そういうことね。今のチャージして使ってきたってこと。よし、ラッシュ2を使いましょう。これで型がつくはず。まずはライザーソードのユニコーンコンボの、メリウムの、回復はさせとこう。やっぱりでも、ほいほい、痛い。よしよしよし、一ターンで型がついたな。レベルアップ、ジャックミドラ。
うう、ヒーローども、よくぞ私を倒した。だが覚えておけ、いくらお前たちでもクライシス皇帝には勝てぬぞ。はははやったのか。よし、コントロールパネルを。ああ、ヒーローたちはコントロールパネルを操作し、クライシス要塞の自動操縦を停止させた。やったぞ。どうだ、クライシス要塞の停止を確認。止まったぞ。結構簡単に止まるなよし、ありがとう。あとはこちらで処理する。沈黙した相手なら拠点の火力で破壊できる。ああ、そちらは任せる。さて、一息ついてる暇はないぞ。ウルトラベルを奪還しなければ。いや、一息つきましょう拠点に戻る。よし、はい、というところで、ではクライシス要塞も止めたことですし、今回はこれで終了して、また奥に進んでいってウルトラベルの探索を続けていきたいと思います。では今回はこれで終了します。